こんにちは。本日は2024年の4月の15日かな、月曜日。いやー、皆さんどうですか。1週間新生活から、僕はまあ新生活、まあまあそうだね、あの最初の授業の日から経つんですけれども、まああの僕今日月曜日ね、あの大学入れてなくて授業、まあ今日はねコナン見てきたんですけど、それについてもちょっといろいろ言いたいことあるわ、正直。とか久々にここで撮ったな。まあね、ちょっとね、1週間ね大学行ってね、もう思ったこと、いやー、こんな大学ってめんどくさかったっけといった感じですね。いやー、以前に比べたらね、あの通う回数というか、大学にいる時間というのは短くなったはずなんですけど、まだ1回目の授業だったからかもしれないですけど、少なくしたんですけど、いや、こんなめんどくさかったっけっていうのと、なんだね、ああ奈良に行くんですか。で、あとはなんかさ、まあもうほんと就活関係ですわ。もう就職活動しましょう、就職活動ですよみたいな感じで、もういやもう続けーと思いながらね、そんなんでしたね。まあ、ただ一つ分かったことは、なんか僕あれらしいですわ、なんか一応なんかクラスがなんかいろいろあって、3クラスあって、その3クラスはなんか学科の成績上位者順につけられてるのかなんか知らないけど、それで中で一応上位者の中に入ってたっていうことだけは分かりました。ただまあそんなにですね。でまあもうほんと明日からまたね授業が始まるんですけど、いやー明日が面倒なんだよな。もう僕まだ何も考えてなかったんですけど、あの明日のゼミで、まああの皆さんで遊びに行きましょうとか言われてて、どこに行くか考えてきてねって言われて、いやいやいやって言った感じでございます。そんな何も考えてねえよって言った感じでございます。皆さんね、まああのせっかくなんかね、学校の、まあ、学生の人たちは僕と一緒で今日が2週間目に入ると思うんですけれども、どうですかといった感じで、まあ、社会人の方々はもう辞めたくなっちゃってない方大丈夫かなもうといった感じでね、まあ、あのこんな感じの動画を撮りました。まあ、今日はね僕はとりあえずまあちょっと、まあ、コナンを見たよといった感じと、なんかよくわかんないものを買ったといった感じで、まあこの辺でねとりあえず適当なことをお話して動画は以上になります。いやマジどうしようといった感じで、ご視聴ありがとうございました。なんだこれは。